アエロフロート航空593便墜落事故。アエロフロート航空593便墜落事故。アエロフロート航空593便墜落事故とは、1994年3月23日、ロシアのアエロフロートのエアバス A310 から304がシベリアに落とした航空事故である。事故のきっかけは、機長が自分の子供を 操縦席に座らせて操縦艦を操作させたことである。アエロフロート航空593便は、現地時間の3月23日1時頃、遭難信号や緊急事態を報告する通信も発することなく、シベリアのアルタイ地方のマイザス川上流地域にあたる、メジュズレチェンスクラロ 30km 離れた、新葉樹林地帯に墜落した。この事故で、乗員12名、 乗客63名の合わせて75名全員が死亡した。フライトレコーダーの記録によると、巡航高度1万メートルから失速し、回復不能なスピン状態に陥った後に、急激に降下して、標高400メートルの山地に激突した。コックピットボイスレコーダーの記録から、事故直前に後退機長が、自分の娘と息子を機長席に座らせて、 操縦桿を操作させていたことが判明した。機長は操縦管の入力は自動操縦装置によって補正されると思い安易に子供に操縦管を握らせたが運行乗務員が知らされていなかった自動操縦の解除コマンド、隠しコマンドを子供が意図せず力して自動操縦が解除され、それに運行乗務員が気づかなかったことで事故を誘発したとされる。事故後、 自動操縦装置に対する知識の不足と回復操作の遅れが事故を招いたと指摘されたため、機体が予期せぬ状態になった時の回復操作訓練を加えるとともに、操縦者が規定通り運行しているかをチェックすることが答申された。この事故の最大の原因として、フェールセーフシステムの情報が航空会社側へ周知徹底されていなかったことが挙げられる。九十年代半ばまで、 同様の原因によるエアバス機の墜落事故が各国で続発しため、エアバス社は一時的に業績不振に陥ることとなった。当該便は途中で着陸する経由地のない長距離便であるため、コックピットクルーは交代のパイロットを含めて3名で構成されていた。セレメチエボ国際空港を出発する際、操縦室の左席に基調、右席に副操縦士として、 交代機長が座り離陸した。その後機長が休憩に入り、交代機長が左席に移り、右席には副操縦士が座って運行を続けた。この機には交代機長の友人でもある同僚パイロットも乗っており、同乗している交代機長の娘と息子をコックピット見物に誘ってコックピットに入った。交代機長は初めに娘を機長席に座らせ、 続いて、息子を座らせた。息子、事故当時16歳に操縦桿を操作をさせている間、エアバスの自動操縦システムが、息子の操縦で変更された進路を修正していた。しかし息子の操縦桿の操作は、自動操縦の一部を解除する操作、いわゆる隠しコマンドのようなものに当たっており、この行為で、自動操縦の一部、 すなわち補助翼の自動制御が解除され、きはやや右に傾きながら飛行することになった。自動操縦の一部が解除された際警報音は鳴らなかった。やがて操縦席の息子が姿勢指示器を見て機体が右に傾いていると異変を申告するが、パイロットたちは原因がわからないでいた。機体の傾きが徐々に大きくなり、振動を示すモニターが右旋回を示すと、 パイロットたちはこれを着陸を待つための待機旋回だと、5人。この9秒間の混乱の間機体の傾斜は、設計上の限界を超えた45度以上となり、高度を保つことができなくなり、降下を始める。この時、自動操縦の一部だけが解除された状態であったため、残っている他の自動操縦の機能により、機体の高度を保つために機は機種を急激に上げ始め、加速した。 加速による強い G の派生で、乗員はほぼ身動きが取れなくなり、機長席に座った息子との交代が不可能であったと推測される。機長席の操縦艦はまだ息子が握っており、それを副操縦士がサポートする形で操縦したが、機体は操縦艦の操作を受け付けず、機の異常状態を解消できずに、機体の傾きはさらに増していった。この最中に自動操縦が、 全解除され機は失速した。失速に伴い速度を保つための自動安全システムが作動し、機の急降下が始まった。副操重視が効果を食い止めようと操縦桿を引くことで、機種を上げることに成功し急降下による墜落は免れたが、操縦桿を引きすぎたため今度は逆に機種が上がりすぎてしまい、再び失速を招いた。この時、 もし再度失速する前に操縦管を離していれば、失速防止装置が働いて機体は、自動的に安定を取り戻したであろうということが後に、フライトシミュレータでの検証で反したが、これはパイロットには教えられていない操作であった。失速で、G が軽くなった隙に交代機長は、息子と席を変わるが、機は、スピン状態に陥りながら回す逆さまに急降下を、始めた。 パイロットたちの懸命の操作により、スピンを止めて水平飛行に戻すことに成功する寸前までに回復するも、すでに高度が足りず、山岳地に激突した。この一連の操作において機体にかかった重力加速度は最大 4.8G になっていた。子供を操縦室に入室させた規則違反だけが原因ではなく、複数の要因が重なって発生した事故であることが、 調査により判明した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。